こんにちは、久子とわです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今回は帯をリメイクした作品で風というショルダーフリンジバッグをご紹介した動画になります。ちなみにですね、こちらは和のブランドの中に設けたジャンゴシリーズのものになるんですけれども、ジャンゴシリーズって何っていうことで簡単にお話ししますと、ネイティブアメリカンやウエスタンスタイルの要素と和をですね掛け合わせたデザインのリメイクになります。どうしてもですね、コテコテの和テイストになりがちな着物リメイクなので、ちょっとですね、気晴らしに荒野の嵐が吹き荒れたのがこのジャンゴシリーズなわけでして、まあ思いっきり私の趣味から出来上がっております。はい、でも多分こんな感じも好きっていう方もいらっしゃると思うので、そんな方に楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、でこちらの風なんですけれども、ヒサゴが定番で使ってる豚革と帯で作っております。はい、で、フリンジもですね、バランスよくかっこよくなるようにちょっと贅沢に長めに、しております。こういうところをですねちょっとケチるとですね非常にかっこ悪くなる。はい、思いっきり長くしております。あとは5本のステッチを、かけておりまして、グラデーションのカラーで、インディアンジュエリーのですねビーズワークのようなね、あんな雰囲気を出せたらいいなということで、はい、ちょっとこだわったポイントになりますね。はい、で、紐はですね、今回も帯締めの紐を使ってまして、ループの下で留めてあるので、こちらは、結び目を位置を変えるだけで紐の長さ調節ができるようになっています。はい、商品の詳細は概要欄に記載しておりますので、よかったらご覧ください。あとですね、このパターンでお持ち込みいただいた帯でお作りすることもできますので、その場合はですね革のお色も選んでいただけますので、もしよかったらそちらの方もご利用いただければと思います。その場合はですね、紐と5本のグラデーションのステッチは、こちらでバランスを見てお任せいただく形になりますので、そちらもお楽しみにしてください。もし何かですね、ご不明な点などありましたら、お気軽にメールなどで問い合わせいただければと思います。はい、またリクエストなどありましたらそちらもお声かけいただけるととっても嬉しいです。ではこんな感じで今回は風のご紹介でした。ご覧いただきましてありがとうございました。いいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。さようなら。